去年からの積み残しというのは国家公務員の給与の引き下げ問題で、公明党の西先生と共同でですね、対案を出させていただいておりまして、まあ、その責任者を2人でやっておるわけですけれども、まあ、これを語る時間はありませんけれども、簡単に申し上げますとですね、これは国家公務員、まあ、地方公務員も含めて、首都圏含めた労働基本権、まあ、これを民主党側は何とか実現したいという、そういう考えのもとでですね、公務員の給与の問題を絡めてきているわけでありまして、まあ、この辺は大きな対立点になっております。まあ、ですから、これは、まあ年末にも協議をしようということであったんですが、民主党内にボールがいったままでですね、我々には全く戻ってこないと。野田総理も今年中にという去年言ってましたけれども、全く協議の輪も開かれない状況であるということだけは申し上げておきたいと思います。それで変化への対応ということ、前にもそういうことを言いましたけれども、今は大きな変化ですね、こういう時期に来ている。特に私は2011年、去年はですね、大きな節目の年だということをずっと申し上げてまいりました。まさしく大きな節目の年になったというふうに思います。一方ですね、おそらく2012年というのは、後世から見たら新しい、時代といいますかね、大きなうねりの始まりではないかな、私はそんな方に考えているんです。と言いますのは、第三の改革と言われますけど、明治維新があって、次は第二次世界大戦までの大きな何十年間があった。第二次世界大戦から冷戦の崩壊までの何十年間があった。そして次は冷戦の崩壊から次の何かが起こるまでの何十年間、その何十年間の私は始まりの年だろうというふうに思います。ですから、こういう変化の時期にですね、どう対応していくかということが一番大事で、まあ、その方向性は私はもう随分出てきている、前から申し上げてますけれども、一つはやっぱりグローバルということで、アジアとの共生、それから IT の利活用、それから少子高齢化への対応、それから環境を守る、まあ、こういうことについてですね、やっぱり政治の世界ももちろんそうですけれども、国民の皆さんもそれぞれの立場でどう対応していくか、どうその変化に対応していくか、そのことによってこの大きな時代を乗り越えていく、まあ、そういうことで私は変化への対応という言葉を出させていただきました。それで私も回ってまして、一番感じるのはやはり皆さんが自信と誇りをなくしておられるということでありまして、やはりですね、自信と誇りを持っていく、先ほど坂口さんからお話しありましたけれども、ブータン国王のですね、演説は素晴らしかったです。ここで紹介したいぐらいですけど、時間もないでしょうから、もし機会があれば後で言いますけれども、ぜひですね、インターネットで見て、ブータン国王の国会演説、皆さん聞いていただきたい、見ていただきたい、素晴らしい演説であって、我々に自信と誇りを与えていただいたというふうに思っております。その自信と誇りを持って変化への対応をしていく、まあ、それが今年1年の私は歩むべき道ではないか。でもう一つ、そのことのためには日本的なものの価値っていうものをもう一度みんなで見直すということ、それは世界に評価されているわけですから、私はそういうことをしていく時ではないかというふうに考えております。